え、マジで？マジかよ。すいません。あ、ガソリン入れすぎた。皆さん、アンバサー、私です。今日は、ミニバイパニック、120分の模様を、お送りするよ。暇ならゆっくりしていってね。いきなり、エンジンかからなくなって、泣きそうになったけど、DB さんに助けてもらいました。ほんとありがとうございます。てか、もういきなり、不安になってきたわ。なんか嫌な予感しかしない。早速スタート。このクラスは、本当に、ハードエンデューロだから、とにかく慌てずゆっくり行くよ。てか、なんかタイヤ担いで、すでに、バイク乗ってない人いてわろた。時間はたんまりあるし、ラインが開くまで待ってよう。突っ込んでもいいことなさそうだしね。早速、面白そうなことしてる人たちいてわろた。とりあえず、序盤は、最後尾からでいいんですよ。無理に前行こうとして、混乱に巻き込まれるのだけは避けたい。おいおい、マジかこれ。おい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 、早速やばいことになってるやんけ。さあ、どうするよこれ。こんだけ渋滞してると、勢いで一気に行くぞ、みたいなのもできないし、これはきついぞ。私の TM ターン、キックしかないし、エンストさせると、エンジンかけるのさえ大変そう。やっべえ、結構きついっす。勝敗企業のモトクロッサーでここはマジのガチで、きついんを。なんとここまで来れた。あと少しでゴールや。
あ、ダイスさん、来てくれた。助けてくれるんですね。キャメラに映りに来ただけかマジで、スタートしてすぐあれだよ。本当に、ハードすぎてマジヤバすぎやろ。あんなの登れないよ。軍勢、応援しに来てくれたし、私も、休憩ばっかしてないで、頑張らないとだよ。ハタボーさんは、前回のミニバイパニックで、私と同じ、ハンター株で出場した、犠牲者さん、今回は、私と同じで、オフ車で参戦。スーツを着て株に乗る出勤中のこの方、ジュンジューロさん、汗だくでシャツびっしょりでわろた。とりあえず、トライしてみます。全然ダメダメ、もっと勢いつけないと。押しとかしたくないから、一気に行きたいんだけど、ツーストだとやっぱり難しいかな。こういう時は、セル付きフォーストが、やっぱ最強よね。やばい、目が死んでるな、目が三角になってる、なんかすごいどぎつい顔してる。疲れちゃった。だってなんかあのハードエンジェルをやってるガチ勢みたいな顔してる。疲れてんじゃなくても坂を睨みつける表情とかしててわろた。いや本当にどうしたら登れるんだろこれ。とりあえずもう一回やります。おい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 、まくっちゃったよ。こりゃやり直しだわ、ピエン。もう一回トライ、今度こそ成功させてください。あー、あと少し足りないの。ここでバイクを降ろそうとした時、あるハプニングが起きるのであった。突然竹降ってきてわろた。ちなみにこのシーンを撮影してくれてる方がいました。直撃しててわろた。うまメイドちゃんだって、ツーストで一発なんだから、私もいい加減登っておかないと、ここでタイムアップになっちゃうよ。なので、もう一回行きます。よっしゃ、ここまで来れば、なんとかいけそう。あ、後ろ落ちた。お尻落っことしちゃって、結局ヘルプしてもらう羽目に、ほんとすいません。ダメだ、もう本気と書いてマジってやつで、きつすぎて、ゲロ吐きそう。
ございます。ありがとうございました。地獄を抜け出せた。しかし、ここで相当の時間と体力を使ってしまい、もう限界突破や。若干、脱水症状を起こし、頭も痛くなってきて、休憩してました。体力的にもうダメみたいなので、このセクションで燃え尽きたいと思います。ファイナル Z、ここは、きついヒルクライム、どのルートで行けばいいのか、ちょっと観察。ギャラリーもたくさん見てて、直投で成功すると、随分盛り上がりますなぁ。でも私は、簡単そうな端っこから行くぞ。押しで行こうとしてるんだけど、空転しちゃってダメポ。ちなみにこの時の、お写真がこれ、ダイスさんが押してくれたんだけど、登れなくなってました。すると、ダイスさんから、一言。ここからやる？だって、あ、直投やります。ダイスさん直々に、直投やろうと言われたので、残り時間的に、一発やることに、せっかく三重県まで来たんだから、最後に、私の本気と書いてマジってやつ、見せつけないとだよ。全開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 おーい、でも今しかやるチャンスがないから、直投できまーす。やっべー、なんか緊張するけど、全力で行くぞらー。いい感じのお写真、撮影してくれてました。なんか、嬉しいのか、恥ずかしいのかよくわからなくなり、とりあえずパフォーマンスは成功した模様。投げましたね。やり直しですかね、これマジで体力限界で、坂尾二さんに返答できなくなってるのマジワロタ。喋れなくなってますやん。なんやあれ、エンジンかかってないのに押し上げで登っててわろた。で、ここで、完全に HP を消費した私は。はい、ワロスメンさん。よーい。どうでしたか？余裕っす。余裕ですよ。もう見てください、これ。おぉ。ここまでもう余裕でしたね。あ、ファイナル Z 登ったんですね。いやー、こんなの誰でもできると思いますよ。あ、そうなんですか。ちなみに、ワロスメンさん何周したんですか？一周してないっす。あ、何周ここまで来ました、でも。あ、そうですか。お疲れ様です。
残り時間、ここで、登ってきた方の応援と、ヘルプに回って、坂鬼さんと、会話して、残り時間を、消費、東京までこの後帰ること考えたら、無茶して怪我とかしたくないからね。いやー、ダイスさんが、あそこで、直投やりましょうって、言ってくれたおかげで、最後楽しくキャノン砲打ち上げることできました。ほんとありがとうございました。どうでしたか？オフロードバイクじゃなくても、できる、ハードな遊び。それがミニバイパニック。みんなも一度やったら、病みつきになること間違いなしの。このイベント、ぜひ参加しましょう。それじゃあ、今日はこれでおしまいにしておくね。次回も暇なら、また見てね。それでは皆さん、アンバサー。